で、この現代社会の煩悩が僕らの心を封じ込めているっていうことなんですよね。この煩悩ですよね。人間の欲望とかさっきも言いましたけどね。お金が欲しいとかね。損得勘定とかね。下心計算高さですよね。こういったもので嘘偽りをその場しのぎで言ってまあ、お金を儲けたいとかね。そういう。 心をひっくるめて、まあ、煩悩、まあ、昔の釈迦も説法してましたよねイエス・キリストとかね昔の賢者とかね歴史に名を残すようなね。人たちが、まあ、弟子たちが解釈して本で出してるんですけどねだから彼が本当に言いたかったことを100%ではないにしてもねそういったやっぱり人間は煩悩があるっていうことで過ちを犯す存在だっていうことを言ってますよね偽物 を捨てて本来の感性を持って覚醒をしなさいっていうことを言いたかったと思うんですよねで支配されて環境や人や自分自身を傷つける行動を今後もし続けていくのかっていうことですね偽物の感情を捨てなさいってことですねデトックスですね今まで教えてもらった正しいいいこともあるんですよもちろん全部は否定しないんですけどそこを 選別して、まあ、私の動画を見ていただいたらわかると思うんですけどね私なりの考え方なんですけどやっぱりいらないものを捨てて新しいものを得るとかね、まあ、本来備わってるものを思い出していけばいいっていう発想なんですけどねだからそういった偽物の考え方とかねそういったものとか精神的なものとかを捨てましょうっていうことですねこの偽物で支配されてるってことなんですよね 環境や人、自分自身を思い違いをして結果的に自分を傷つけることになるんですよね。自分と他人と環境までも傷つけることになるので今まで習ったこととかね常識というものはですね間違ってるもの無駄なものは捨ててデトックスして、まあ、ミニマリストじゃないんですけど不要なものは捨てて。 くださいっていうことですデトックスしてシンプルに生きようっていうこといこですね有害な化学物質に汚染されている食べ物を取らないようにするケミカルなものを取らないようにするっていう考え方も一つのデトックスであり断捨離であると思いますね。で今の現代社会はどうですか暴食する人もいますよね暴飲暴食。 まあお酒も程々ですよね。百薬の腸だから、お酒って血行が良くなるからね悪いものではないと思うんですよねタバコよりはね。で百薬の腸なんですけどほどほどにしなきゃいけないんだけど付き合いでつい飲みすぎるとかね会社とか仕事の付き合いでつい飲みすぎちゃったりしますよね。暴飲暴食で肥満になって病気になりますよね。肥満になったらコレステロールが上が上るので、 内臓系とか血液系の病気になりやすいですよね。リスクが高まりますよね。でダイエットをしたらダイエットをする。急激なダイエットをすると虚食症になる女性もいますしね。でダイエット自身がお金がかかるから、全部資本主義の原理原則の中で生かされてるんですよね。お金を出して食べ物を食べて、食べ過ぎて病気になって、で、 治療費とかダイエットをするためのお金を使う単純にデトックスして断食をすればいいんですけどねまあ私は時々断食はしますけどねファスティングって言いますよね横文字ではねファスティングって結構数年前から流行ってるみたいなんですけどね私は時々ファスティングをしますね一日2日一切何も食べないっていう日を設けたりしますね免疫力が上がるらしいんですよね 断食するとね、だから昔のお坊さんとかねお釈迦様もそうですけどね断食をしてるんですよね。先人とか賢者とか呼ばれるレベルの人たちは必ず断食をしてるんですよね。そこに何か意味があるんじゃないかって、まあ、若い頃は思ってたんですけどねやっぱりそういう科学的なそういうまあ身体的なね科学的な作用があるらしいですね最近の研究ではね。 で神経精神が研ぎ澄まされるっていうことでものを食べないっていうのは動物たちは病気になったりとか怪我をした時はおとなしくじっとしてるんですよねでものを食べないんですよね我々人間は病気で寝込んだら栄養を取れって言って何か食べさせられたりとかしませんでした動物が正解なんですよね生き物は野生の動物とかあと先住民の我々の先祖の生活を 見れば学べるんですよね。野生動物に学べっていう医者もいますからねその野生動物は病気になったら一切何も食べないんですよね何も食べずにまあデトックス体内にある毒素を外へ出すっていうことを本能的に知ってるんですよねだから野生動物に学べっていうふうに言うお医者さんもいますよね学者とかねっていうことですあとは まあ人間社会だけなんですけど不不平平等とか、ね、不公平な世界ですよね。やっぱり飢えている人もいれば過食症で悩む人もいるしダイエットをしている人もいるっていうね世の中地球は一つなんですけどいろんな恵恵まままれれててていいいる人、恵まれてない人なっていうのが昔からいます。まあ、それで多少改善してるボランティアの人とかねボランティアの組織とかねそういう義援金を集めて。 活動されている方もいらっしゃるんですけどね。それで多少は改善されているのかちょっとわからないんですけど、未だにまあ、いますよね。日本は世界一の食料廃棄物国らしいですね。世界でナンバーワンじゃないですかね。まあ、コンビニの弁当とかね。スーパーの惣菜とかねで、日本は人口が減っていっているので、消費量はだんだん落ちていくと思うんですよね。 で生産量は変わらないからどんどん食料廃棄が増えていくっていう感じなんですけど飢餓で苦しんでる子どもたちもね世界中には何万人っているっていうねこの不条理な世の中が今も続いてるってことですね。でまあ狂っている世界心を失う魂をけがして心を失う世界が今も続いてるってことですね。 やっぱりこれらの問題点が明るみになった上で解決策としては人間はやっぱりもっとシンプルで自由に生きていいと思うんですよね。ですね。身の回りの不要なものを全部捨てて不要なものとか不要な考え方を全部取り払ってでそこから覚醒してですね、まあ、本来あった 考え方とか感覚を取り戻すあるいは新しい考え方を取り入れて無限の可能性を生み出すことができると思いますで私自身あなた自身軽量化してイマジネーションと想像力を拡張しようということですね軽量化すればあなたの想像力が上がるってことですねいわゆる 言葉を変えるとアーティストなんですよね。みんなそれぞれアーティストで自然が作ったアーティストなんですよねだから今までのいらない常識とか文明社会で生きるために刷り込まれた教えとか考え方を振り払えば自由な存在になれるしアーティストになれるしイマジネーションと想像力が拡張されたアーティストになれますってことですね。 であと問題点としてはやっぱり人間社会は階級があってあと性別ですよね。今男性と女性どうですか男性の方が給料が多いですよねおそらく平均でまあ調べたらわかると思うんですけど男性が優遇されてますよね。女性はまあ子供を産んで育てなきゃいけないというのもあるんですけど今男性も育てるっていう。 もものもあるんですけど男性は子供が産めませんからね、まあ、区別と差別をはっきりと区別しなきゃいけないんですけど、まあ、差別されてるでしょうね日本は特にひどいって言われてますけどねだ男性か女性かで違うとかねあと人種でも違うあとお金を持ってる持ってないでも優遇されますよね資本家がやっぱり上に君臨してますよね国によっても全然違いますからね国によっても法律とかあと お金とか経済的な上下もあるし、あと気高さの上下もありますよね。社会における勝ち負けっていうものが存在してますよね、概念がね。でこれがほとんど無意味なんですよね。本当は地球規模で考えた場合は、この人間社会の今言った勝ち負けっていうのが本来はないんですよね。これ幻想なんですよね。見させられてるってことです。無意味ですってこと。 ケミカルな欲望、科学的な物質とか科学的な欲望ですね。これが偽物ですってことです。偽の欲望。まあ言い換えると煩悩ですよね。人間の煩悩ですってことですね。で、この汚れた不純物、まあ、いわゆるノイズを取り外してくださいってことです。で、あなたは何者ですかってこと。あなたは何人ですかって聞かれたときに、普通だとまあ日本人ですとかね、男性で大人で。 職業は何々ですとかね出身地はどこどこですとかね何歳ですって言いますよねあなたはあなたの自己紹介をしてくださいって言われたら大体そう言いますよねまあ私も言うんですけどねあなたは何人ですかって聞かれたら地球人ですってことなんですよね地球人地球で生まれた人間ですよねみんなそうですよねアメリカ人でもイギリス人でもブラジル人でもね日本人でも地球人であることは 変わりないですよ、ね、だから私たちは地球人ですってことですね、まあ、言葉が通じないというのはあるんですけど地球人ですってことですかなりだから刷り込まれてるっていうことだと思いますけどねで文明社会で生きてると、まあ、食料添加物とかね農薬放射能とかね放射能も多少まだ含まれてると思うんですよね、まあ、自然の放射能もあるんですけどね まあ福島の原発事故とかねああいったものでまだやっぱり地面とかね地中には放射能がまだあると思うんですよねあと水も地下水で染み込んでいきますからね放射能物質が多少は水に含まれて地下水流れてでその近辺とか他県の人たちが井戸水とか水を汲み上げた時に多少の放射性物質あると思うんですよね。だから世の中、 人間社会は余計なことをするから余計なものが生まれてで余計なものを体内へ摂取したりとかこの前も言いましたけどねデトックスの回で余計なもの余計な情報とかね余計なものを体内に取り入れるあるいは脳とかね精神に取り入れてしまって病的になっていってますっていうことです。で心と魂と会話しましょうってことね。自分の直感とか、 本心とかね本能とかと常に会話してくださいってことですねだまされないようにしてくださいってことですね自分の感覚を信じてあげればいいんですよっていうことを私は言いたいですね心と魂と会話してくださいってことこれをまあやってるよっていう方はいらっしゃると思うんですけどねこれを意識してやってる方ってかなり少ないと思うんですよね自分の心と対話してください答えが もう用意されてるその人にふさわしい答えが用意されてると思うんですよね。あと先住民の教え、大地の声を聞いてくださいっていうことですね。先住民の教えって言ったらまあ我々だったら縄文人とかそれ以前の石器時代とかね氷河期時代を過ごしてる人たちですよね。まあ、なかなか文字とかね文献が残ってないので難しいんですけどね。 ただし日本は世界で一番最初に文字を発明した民族っていうことがまあ今となってはもう常識になっているんですけどねまあ学校の教科書には載ってないんですけどね縄文時代の人たちはもう文字を使ってたっていうねあとカタカムナ文字とかね神大文字とかねそういった文字を何千種類も発明してたらしいですね。そこから まあエジプトとかねシュメール文明とかはなんか文明にこう広がって世界各国各地へ広がっていったっていう説があるんですよね、まあ、これを言うとちょっと話が長くなるので割愛をします。で先住民の教えである共生哲学共生哲学とあと循環思想ですね共生哲学と循環思想ですね まあ我々大自然の中の一部一員として自然と共生していきましょうねっていう考え方ですね。共生哲学ですね。今どうですか文明社会で生きているとそこまで考えている人なかなかいないと思うんですけどね。自然と共生をしましょうね。っていうことですね。あと循環型ですね。循環思想ですね。世の中は循環してますよね。水一つ取ってもそうでしょう。海で蒸発した 水分が雲になって我々の大地山にぶつかって雨が降ってで水が流れて川になるわけでしょで湧き水が出て富士山のふもととか綺麗な湧き水出ますよねあれ飲めますよね湧き水ってねもうろ過したりとか何もしなくても自然の土地自体がろ過フィルターですから富士山に雪が降って雨が降って流れ出たものが地中に染み込んでいくんですよね。 で、ある場所で水が湧く湧き水が湧くスポットありますよねそこでペットボトルで汲んでね飲んだりとかする人多いですよね美味しいですよねミネラルウォーターですからねこれ,これが本当の天然のミネラルウォーターということでこれ循環してるんですよねこの水っていうのは、まあ、我々が使った排水とかねで海に流れてで自然浄化作用でまた綺麗になるんですけどで、その水分が 蒸発ししてててて結局雨が降ってっていうのを繰り返してるんですよね水一つとっても循環が完璧に成立してますよね。で我々人間もその中の一員だってことですよ。その中の一員だから何ができるのか。余計なことをすると、まあ、天罰昔の人の言葉で言うと天罰が下される余計なことをするからいろんなことが起きるわけでしょ干ばつが起きたりとかね、まあ、自然現象の中でもあるかもわからないですけどね。 雨が多く降りすぎたりとかね干ばつ砂漠になったりとかね余計なことをするから戦争を起こしたりとかね砂漠になってだから循環が大事でですすってことですよね。今文明社会はもうピークに来てて、まあ、自分は20世紀のもう最後の方にピークが来たと思うんですよねそこからまあ今10年20年経ってるんですけどそのもう山頂ですよね山頂にもう登りきってるから これから上にはもう上がれないんですよ。上がるって発想はやめて下山する勇気を持とうということですよ。山の頂上にもう来ちゃってるから、あとは降りるしかないんですよ。で降りるっていう発想が嫌な人もいるんですよね。いや、もっと右肩上がりで。これはお金を稼ぐんだとかね。上へのし上がっていくんだっていう人も。まあ自由な発想だから。 強制はしないんですけど、まあそれ以上もう人類は上に行けないんですよね。物質の世の中はもう終わってるんですよ。だから、その物質文明から下山しましょうよってことなんですよ。勇気を持って下山しましょう。そしたら、また何か他にやることが生まれるんで、幸せになっていくと思うんですよね。だから所有とかね、そういったものを捨てて、シェアとか共有ですよね。強制哲学の中で考えた場合は。 やっぱりシェアををししししままょょうう物を共有しましょうことこですね誰一人のものではないってみんなのものですってことは地球とか月もそうですよね太陽も全部みんなのものですよね誰一人のものってことではないんですよねその人が偉いからお金を持ってるからその人のものってことではないんですよねみんなでシェアしましょうってことです自然の美しい摂理と法則と循環思想 共生哲学を持って生きていきましょうっていうことですね人類に当てた今の答えだと思いますね今の我々どうですか疲れてませんか今のこの世の中大変ですよねまあいろんなことが起きてますよね去年から起きた騒動もあるしね567の騒動もあるしねでなんか救急車が今年に入ってサイレンが鳴りやまないですよねおかしくないですかこの世の中おかしいですよね絶対ね 私の個人的な考え方もあるんですけどこの今の人間社会人類にあてたメッセージが私が今言った答えだと思うんですよね。まあ、今後また変わっていいくかもしれないですけどねで他にあれば教えてほしいんですよね。そういったこういう考え方があるよっていう方がいらっしゃったら下のコメント欄で教えていただければいいと思うんですけどまあやっぱりどう考えても。 間違った方向というかね人間が人間たるゆえんでなくなってきてるんじゃないかなっていう気がしますけどねこの2021年思えばね考えた時にねやっぱりずっと考えてきたことがやっぱり悪い方向で予想が当たってるっていう感じはしますね。なのでやっぱりみんな考え方をねマインドチェンジしてね共存共栄共生哲学ですね。で人間 は地球の中の一員だってことですよ地球の中ってまあ一つの家ですよね家ファミリーですよね家の中で例えば家の中で家の中に住んでて毒ガスとかねね体に悪いものは排出しませんよ、ね、地球は結局毒ガスとか産業廃棄物を廃棄したら結局空気が汚れたり水が汚れたりとかして自分に跳ね返ってくるんですよね。 これはは多多分,分かってると思うんですけど多くの人はねだけど意識しないですよね。普段意識しないですよ、ね、まあ便利な方にやっぱり行っちゃいますよね。車もやっぱ便利だからね。まあ私も乗りますけど、やっぱガソリン燃やされて、やっぱり排気ガスとかね、やっぱり CO2 は植物にはいいですけどね、うん、なんかその CO2 以外のね、ノックスとかね。 窒素化合物とか、ね、炭化したものとかねそういった焦げ臭いもの成分は体にやっぱり悪いんですからねやっぱりそういう文明をゼロにするしろとは言わないですけどその辺を徐々にね変えていってねまあ後に電気自動車とかね水素自動車とかもまああるんでねどんどん普及はしていくとは思うんですけどねやっぱりそういう意識をね持っていった方がいいと思うしまあ 全員そうなるとは私も思ってないですけどねそういった人がまあ年々増えてきてるんじゃないかなっていうふうには感じてますね。という感じでですねまあちょっとね第2弾第3弾とかまあ話し足りないこともあるんで自給自足とかね自由な生き方っていうテーマの動画はこの後もいくつか作っていくと思いますので一旦今日はこの辺にしてですね終わりたいと思いますので。 えー、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。